シャローシラジオサニーデーフライデー。はい、こんにちは、田村陽太です。今日もね、一人語り会をしていきたいと思います。今日のテーマはですね、映画ランボーから学ぶ中小企業の生存戦略を語るというテーマでお話をしていきたいなと思います。最近映画を見るのが趣味でして、特に最近自分が生まれる前の1980年代とか、まだちょっとそんなに、まあ、ちっちゃくて物心ついていない1990年代の映画を見るのが好きなんですけども、映画ランボーって皆さん見たことありますか？私は最近まで見てなかったんですけども、ちっちゃい時にすごい印象が強かったのがございまして、それは何かと言いますと、皆さんフジテレビのトンネルズの皆さんのおかげでしたって見たことありますかね？その中の企画で、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権っていうのがあったんですよ。いろんな芸人さんが、本当にこれ一部の人しかわかんないよねっていうような細かいモノマネをして、それをまあ、タカさんとかトンネルズの人に見せて、伝わらなかったら、まあ、ステージの上でこう、まあ、モノマネするんですけど、ボタンを押されて、まあ、下の方に、まあ、落下するみたいなっていう、多分見たことあるような方いらっしゃると思うんですけど、その番組の中で自分の傷ついた腕を自分直すランボーっていうモノマネがあって、その時にそのランボーさんって原始人的なね、感じで暮らす映画なのかなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、最近ちょっとまあふとあるきっかけで、まあ、ランボーを見る機会がございまして、いや実はそういう映画じゃなかったっていうのは知ったんですよね。で、予想を超えてですね、このランボーっていう映画がすごい面白くて、いや私はなんか自分のねビジネスに置き換えても、このランボーさんのまあ生き方というか、中小企業とか、まあ、私たちのような小規模の企業さんで、まあ、生き残っていくためにはすごい重要なことが生かされることがあるなと思って、そういう気持ちで見させていただいてたんですね。今日はですね、そのまあ映画ランボーから学ぶ、まあ、中小企業の生存戦略ということで、皆さんリスナーさんの方でも経営者の方で、まあ、特にねでっかくっていう感じじゃなくて、まあ、小規模でねやられてる方とかいらっしゃると思いますので、そういう方に、まあ、自分自身の経験も踏まえて、まあ、お話をしていきたいなと思い、お話をさせていただきます。で、まあ、映画ランボーの、まああらすじというか、まあこれね、ネタバレしないようにお話はしていきたいなと思うんですけども、映画サイトからこうパクってきたね、やつを見ながらお話ししていきたいんですけども、シルベスタ・スタローンさんっていう俳優、映画俳優いらっしゃると思うんですけども、その方が、ベトナム戦争の特殊部隊隊員として戦ったランボーを演じられています。そのランボーさんはですね、ベトナム戦争から帰ってきて、まあ、戦友に会うために各地を訪ね歩いていたんですけども、ある田舎町でよそ者というだけで保安官に目をつけられてしまいましてですね、で不当に逮捕されてしまったんですね。留置所で言われのない暴行を受けたんですけども、その戦争中にその自分がそのベトナム戦争で捕虜になったっていう、まあ、拷問のね記憶が蘇ってしまったランボーは、発作的に自分のね特殊部隊自治込みの格闘術で保安官たちを倒し、山の中へ逃亡したんですね。お前は犯罪者だと言われて追われる身となってしまったランボーさんなんですけども、まあ、奥深い、まあ、山林っていうんですかね、山の方に逃げ込んでたった一人の戦争を始めたっていうような映画です。まあ、ベトナム戦争って、まあ、アメリカとね、まあ、アメリカ軍と、まあ、ベトナム軍っていう形でね、まあ、戦うような、アメリカとソ連の東西冷戦の、まあ、名残もあって、そのベトナムが舞台となって戦争が起きたっていうふうに言われてますけども、ベトナム軍が敷いてたのが、まあ、ゲリラ戦を敷いてたっていうのがありますよね。で、まあ、このランボーさんも、その、まあ、ベトナム戦争で、特に、まあ、アメリカ軍が大型の大量な武器を使って倒すっていう戦法ではなくて、その現地のベトナム軍戦うためのまあゲリラ戦に引いてたっていうことで、映画の中でもそのアメリカ軍と戦うっていうようなところを見せていたんですね。やっぱそうやってランボーさんがこう使っていたそのゲリラ戦っていうものは、まあ、特にその、まあ、私たち中小企業がその大企業とかお客さんとビジネスを行っていく上でとても大事な戦術だなっていうのは、こう自分がこう感情移入してすごい思ったことがありますので、そこら辺をお話ししていきたいなと思います。で、このゲリラ戦から学ぶ中小企業が取り入れるべき考え方ということで、私はこの映画の中から3つ大事だなと思うことを見つけました。まず1つ目はですね、同じことをひたすら継続するっていうことが大事っていうのがやっぱ伝わりましたね。で、ランボーも映画の中で、こう、罠を仕掛けて、
まあ、山林の中で罠を仕掛けて、あの保安官たちを捕獲していくみたいなシーンがあったんですけれども、やっぱりその自分の得意な環境、その山林っていうゲリラ戦がやりやすい環境の中で同じことをやっていくと、やっぱりそのどうやったらこの相手を捕獲できるかっていうところも上手くなっていくものじゃないですか。そういうのを愚直にこう同じことを繰り返していく。もうこの自分たちの事業を大きくするために、まああれもこれもと手を出すんじゃなくて、もう得意なことは得意なことでとことん同じことを繰り返すっていうことは、やっぱりこう中小企業の戦略としても大事だなっていうふうには思いましたね。まあ一言で言うと、その中小企業はこう幅よりも深さをこう追求することが大事だなと思います。例えば、商品と自分たちの会社の商品であったりとか、サービスのこうラインナップをこう増やしていくっていうよりかは、いかに自分たちの商品やサービスを欲しいユーザーに、もうドンピシャでもう届かせるか。っていうこと、そういう深さがすごい大事かなと私は思ってます。その商品サービスだけじゃなくて、自分たちの会社の経営理念っていうのも、どういうことを深く考えて事業をやっているか、その事業をやっていくためにはこういうことを大事にしていますよっていうのを、お客さんに伝えることによって、まあ、その商品サービス以外のところで自分たちの会社はどんなことを考えているかっていう、まあ、全体的にその自分たちの会社を深く見せていくっていうのが重要かなと思います。で、その深さを探求するためには、こう自分たちの得意な分野っていう、もうここでしか戦えないっていうものを、同じことをこうひたすら継続して、その深さをリグしていくっていうか、掘っていくっていうのが非常に重要かなと思ってます。まあ、そうすることでお客さんも大企業じゃなくて中小企業でお願いしたいっていうような、まあ、きっかけというか、そういう意味でもこうお客さんは信用してくれるもんだなと私は思ってます。で、二つ目の取り入れるべき考え方としてはですね、やはり大企業とか、まあ、大手の真似をしないことの重要性っていうことですよね。はい。ランボーさんももともとアメリカ軍だったので、本当そういうの軍服とかね、着ながら、戦闘服着ながらやっていくっていうような話があると思うんですけども、もう山奥で、そのアメリカの保安官が逃げる際にも、その洋服からこう自分たちのジャングルの服に変えていたんですよね。その自分たちの、まあ、権威というか、アメリカ軍というような強力なパワーを使って、まあ、戦っていくんじゃなくて、その土地に合わせた、自分たちが勝てると思うような格好で、戦う。まあ、自分たちに合った格好で戦っていたっていうのはあると思うんですよね。まあ、これはなんかビジネスにも言えることでして、そのサービスの、こう、まあ、幅広さであったりとか、新しい商品を開発するっていうようなことに関しては、もう中小企業があるんじゃなくて、まあ、資金力のある、まあ、大企業さんに任せたらいいと思うんですよ。もういろんな会社がある中で、いろんな、商品サービス、自分たちの唯一無二だっていうようなサービスって、はっきり言いますとやっぱ難しいと思うんですよ、やっていくのって。まあそういうのはね、自分で新しいサービスを生み出していくんだっていうようなことに関しては、大企業さんとか資金力のある会社さんに、こう、ある程度こう任せていった方が私はいいと思うんですよね。それよりかは、もうすでに世にあるもうサービスとしてあるんだけれども、その分野に対して、まあ誰も手をつけていない。まあもしくはもうやったことあるんだけども、一回も撤退してしまったみたいなことの事業に、まあ挑戦するっていうようなことって非常に重要かなと思います。まあ例えば私たちの、まあ会社って、社会保険労務士事務所を経営してるんですけども、その中でも特に海外駐在員とか外国人従業員さんの労務ってことで専門的にやってます。特に海外駐在員の労務ですね。日本企業でもその海外展開をする際に、その自分たちの会社の従業員さんが出張ベースで行くんじゃなくて、一個会社を海外に拠点を置いて、そこから現地の従業員さんを雇用して、そこからこう営業していった方が効率がいいですし、まあ、それは営業部隊だけじゃなくて、製造拠点を作ることに関しても、ローカル社員さんを使って、その現地の市場に合わせて、まあ、販売していくということの方が、まあ、効率はいいじゃないですか。その際の日本企業っていう席があって海外に行く場合のどういうことを注意しなきゃならないかっていうのって実はもう重要性というかニーズはあるんだけれどもそれをやる茶道士事務所さんとか人事労務の方っていうのはまあそこまでノウハウがないのでそこをうちの方で支援しますっていうところをやってます。はい。これって絶対世にあるサービスなんだけれども誰も手をつけてないしやっぱそれやったことあるんだけれども、非常にこう、なかなか答えが一つと決まらないもんなんで難しいってことで、撤退している会社さんでも結構多いんですね。そこをあえて挑戦していくっていうのは非常に重要かなと思ってます。でこの大企業さんの真似をしないっていう関連でまあお話しすると、まあもう一個大事かなと思うのは、そのお客さんに迎合しないっていう考え方っていうのも大事かなと思います。
まあ、こちらからお客さんを選ぶっていうような姿勢ですよね。よくうちの事務所にもこう、まあ、問い合わせというか、まあ、こういう事業、こういうことでやってくれますかっていう形で、お見積もり依頼をされることもあるんですけども、よくよく話を聞いてみると、まあ、いろんなね、まあ、事業、会社さんの、まあ、見積もりをしている中で、その中で、まあ、相見積もりした結果、まあ、ちょっと考えてるんですっていうような、まあ、お問い合わせも多いんですよね。それって、まあ、大企業さんとか、そういう、まあ、人員的にも余裕がある会社さんでしたら、そういう相見積もりされる側の対応としても、やっていていいのかなと思うんですけども、中小企業としては、もう相見積もり関係なく、もう一本釣り、あなたの事務所に決めましたっていうような、一点買いされるような事務所とか企業になるべきだなと私は思ってます。まあ、そういう相見積もりとかされている時間も、やっぱこう、やり取りする時間がある、発生するので、まあ、もったいないですし、その、結局相見積もりする会社さんって、結局価格であったりとか、自分たちの欲しい欲求に対して、こんだけの納期でやってくれますかっていうような、こう、相手の会社よりも自分たちの欲しいものっていうものに関して、こう、フォーカスして選びがちなので、やっぱりその、長続きしないというか、そのサービスのニーズ、が、需要がもう終了してしまった場合は、もう他の会社さんに発注しようっていうような、まあ、マインドに行きがちだと思うんですよね。そこじゃなくて、やっぱりそのサービスだけじゃなくて、その会社のことも好きになった上でやっていただく、発注していただくっていうのが、一番その中小企業の製造戦略としては大事かなと思うので、そういうのは、意識してますね。そのために私たちの事務所で何してるかっていうと、まあ、積極的な情報発信ですね。まあ、情報発信って言っても、私のね、まあ、代表のブログであったりとか、私のポッドキャストを配信することによって、経営者がどんなことを考えているかっていうのも積極的に発信をしますし、そういう、ま、サービスよりもね、その自分、経営者自身がどんなことを考えているかっていうのを、ま、積極的に、ま、伝える、まあ、プラットフォームを提供するっていうのは非常に重要かなと思ってます。というのも、先ほどもお問い合わせフォームから連絡来るって話してたんですけども、こんだけまあ3年半以上、まあ、ずーっともう継続的に配信して、まあ、本数でもブログで言ったらまあ約200本ぐらい、ポッドキャストももう約400本ぐらい上げてきているんですよ。そういうまあお客さんがうちの事務所にお問い合わせする際に、こんだけ情報発信しているのかかわらず、お問い合わせ内容の内容を見てみると、このサービスをお願いしたいと思ってるんですけども、どれぐらいの費用でできますかとか、本当にその自分たちの事務所の情報発信を見てくれてるんですかっていうような問い合わせって結構多いんですよね。自分たちにお問い合わせする前にどんだけ自分たちの事務所について勉強してくれてるのかなっていうのは、そのお問い合わせフォームの内容を見てると非常にわかるんですよね。なのでそのお客さんの、まあその受注率というか、こんなお客さんと仕事したいなっていう方の、まあ見極めができるっていう面でも、大量にこう情報発信をして、どんだけその事前にお客さんが自分たちのことについて勉強してくれてるのかなっていうのを見るためにも非常に重要ですね。はい。まああとはね、サービス内容はとことんその大企業と比べて突き抜けて、このニッチなところに攻めていくよっていう姿勢は大事ですし、あとは、自分たちの事業の一つの事業だけに固執しないってことですね。まあ、いろんなね、お客さんとまあ交渉していく中で、たとえね、交渉がうまくいかなかったとしても、この事業だけじゃなくて、もう一個の軸があるよとか、他の事業にも軸があるよとか、このお客さんだけじゃなくて、この他のお客さんにもお付き合いさせていただいているので、別にそのお客さんと切られてもいいですよっていうような、こう一つの事業にまあ固執しないってことは、まあ意識してますね。ゲリラ戦から学ぶ中小企業が取り入れるべき考え方の大事なこととして、三つ目としてはですね、こう自分たちのやり方をどんな環境でも貫くってことはやっぱ大事だなと実感しましたね。ランボーも、この山奥からこう帰ってきて、戦友を探しに行った町に戻ってきた時にも、ゲリラ戦を敷いたんですね。その保安官たちの戦いでも。で、そのジャングルとか山林で戦ったような同じ環境を町に戻ってきた時にもこう作って、そのゲリラ戦を敷いて戦ってたんですよね。まあ、これって、このビジネスに置き換えると、これどんなお客さん、またそのどんな仕事相手、どんな仕事現場であっても、こう自分たちの会社優位な体制で仕事ができるようにしておくことっていうのは非常に重要かなと思います。例えば、まあ、この前のポッドキャスト会でもお話ししたんですけども、その契約前とか、お仕事開始前のこう交渉の時点で、こういうことはできませんよ、できますよっていうような内容をとことん詰めるっていうことですね。あとは、まあ、どの現場とかお仕事先でも納得いかないこととかクレームしたいことに関してはお客さんに対してしっかりと言うべきことは言うっていうのも大事ですし、まあ、どのお客さんでも、まあ、どんな現場でも自分たちの会社だとか自分たちの事務所の、まあ、キャラというか、あ、こういうことはちゃんと事務所として軸を持って言ってくれるんだろうなっていうような、
まあ、キャラ付けっていうのをしっかりしておくことっていうのは重要ですね。で、まとめなんですけれども、まあ、いろいろ総じてお話ししてきましたけれども、こう自分たちにね、有利な環境で仕事をするためには、やっぱ事前のね、こう、そういう仕事がしやすいような環境づくりをすることっていうのは、まあ、一番大事だなっていうのを、まあ、このランボーのね、映画を見ながら、思いました。まあ、一言で言うと、もう契約開始前から、もうお仕事は始まってるんだよっていうところですよね。で、まあ、中小企業のまあ戦略としては、そのお客さんありきの商売から抜け出すってことがやっぱ大事だと思うんですよ。私たちはこっちの方向で行くんだっていうような、自分たちのわがままっていうのを貫き通せるくらいの、まあ、一種の思い切りがある、まあ、経営理念、まあ、経営方針というか、そういう方針でもって仕事をしていかないと、やっぱりしたくない仕事をしてしまうとか、不本意な形で仕事をしてしまうってことは、やっぱあると思うんですよね。別にこの会社、お客さんだけじゃなくて他の会社さんもあるんだよっていうような、このお客さんに切られたとしてもいいじゃんっていうような、依存するような関係じゃなくて、いろんなパートナーさん、いろんなお客さんと、まあ、対等な関係を付き合っていって、納得いかなかったらすぐ切れるような関係を持つっていうような、そういう関係をもう複数本持っておくっていうことは、私個人的には大事かなと思いましたね。ランボーさんのね、まあネタバレになってしまうんであまり言わないようにするんですけど、このランボーさんの映画を見てて、私が一番印象に残ったというか思ったイメージとしては、大企業で働く従業員さんっているじゃないですか。まあその、いろいろその中小企業ともこう触れ合ったりとか、その大企業でも中小企業の支援をすることによって、その一従業員さんがその中小企業の実態を見ることってまああるったりするじゃないですか。そういうなんかその大企業にいた自分と、その実際その中小企業で働いている方たちを見たことによって、その大企業と中小企業のギャップに苦しんでる、まあランボーさんっていうような風にも見えたなっていうのをこの映画を見て思いましたね。こうめちゃくちゃこう仕事頑張ってるのに、この給料とか報酬はこんだけかとか、自分はめちゃくちゃ権限を持ってお仕事させてもらってるんだけども、まあ、中小企業な分自分に責任がいっぱいあってお客さんからめちゃくちゃその人が言われるけども社長は何もカバーしてくれないっていうようなことで嫌になったとか、なんかその中小企業で働くことと大企業で働くことのなんかこうギャップにもがく、まあこれはランボーさん個人的な映画でしたけども、まあ、そういう風に悩まれてる働く方って多いんじゃないかなっていうのは、まあ、感情移入しながら見てましたね。中小企業で働く方もその大企業で働く人たちの、まあ、意識の違いとかそういうね、まあ、ジレンマをねこう見たことによって、まあ、いろいろこう心の葛藤を抱えると思うんですよ。そういう従業員さんの中での心の葛藤を、まあ、解決するために経営者は日々考えなきゃいけないし取り組んでいくことは必要だと私は思います。もしそれが自分たちの会社でその従業員さんを雇用する上で、あ、ちょっともう、じゃあ中小企業だし、支援しきれないなと思ったら、その従業員さんの、まあ、独立を支援するとか、例えばのれん分けをするとか、自分たちの会社をフランチャイズするよとか、そういうような独立支援っていうのも選択肢に入れるべきだっていうのは思いましたね。まあ、これって自分たちの会社で雇用し続ける上で、給料がその人のモチベーションになっているのか、やりがいがモチベーションになっているのか、いろいろあると思うんですけども、いろんなことがその従業員さんがこの会社で働いてくれるっていうような、まあ、引き金にはなっていると思うんですけども、そればっかりに固執しないこと。まあ、要はその給料だけをずっと上げ続けていったら、その従業員さんが言い続けるわけだよってわけじゃなくて、ないし、やりがいのあるような責任のある仕事だけをこう、上げていくことによって、やりがいのあるような仕事をこう、与え続けるだけでも、やっぱりこの給料がついていかなかったら辞めてしまうしとかっていうのがあるので、その従業員さんを常に見続けて、経営していくことっていうのも、まあ、このランボーさんの映画を見て、気づきましたね。本日はですね、映画ランボーから学ぶ中小企業生存戦略を語るについてお話しさせていただきました。はい、本日の一人語りは以上となります。ありがとうございました。はい、本日は最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ぜひね、メッセージや感想などはツイッターでね、ハッシュタグサニーデフライデーでツイートしてください。またこのサニーデフライデーのね、番組自体をね、ブログサイトのノートにリンクをつけて貼っているんですけども、そちらでもコメントメッセージも送れるようになってますので、コメントとかしたい方に関してはぜひ送ってください。またサニーデフライデーの番組のフォローやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また番組のレビューもご協力よろしくお願いいたします。 Spotify ですと、5段階評価でつけることができます。また Apple Podcast ですとレビューとコメントがつけられますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。今後のサニーデフライデーの番組の配信の励みになりますので、ご協力よろしくお願いいたします。
茶老子ラジオサニーデーフライデー DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。今日も気をつけていってらっしゃい。